中京 TV スポーツ。本日はお忙しい中お越しいただき、ありがとうございます。この度2024シーズンから、名古屋グランパスに加入することになりました松井選手です。本日はよろしくお願いします。久々に、6年間過ごした、この学校に戻ってきて、まず非常に、嬉しく思っています。そしてこう毎日通ってた景色というか、なんていうか、この綺麗な、学校をまたこうやってこういう素晴らしい機会を得て、こうまた見ることができて、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。いやもう本当に僕が小さい頃からよくの瑞穂であったり、トヨスタであったり、本当足を運んでよく試合を見に行ってたクラブなんで、ずっと応援してきたクラブでしたし、こう大学入ってもやっぱ見る試合はずっとグランパスでしたし、そういった中で本当に強くトヨスタのピッチでやりたいっていう思いがずっと強かっただけに、こういう風にまた戻ってこられるのはすごい嬉しいと思います。こうグランパスにもお世話になりましたし、この学校にも本当にお世話になっていて、こう僕のわがままというか、こう授業サッカーで休む日とかも正直ありましたし、そういうのを快くこう受け入れてくれましたし、本当に自分の中ではこうそういう方たちに絶対恩返ししたいと思ってここまでやってきて、こうまずそういった名古屋グランパスの方からこうオファーをいただいたときはこうほっとしたという気持ちが大きいです。練習には参加させてもらっているので、いろんな選手とプレーするの楽しいですけど、その中で僕が楽しみしているのはやっぱりこうユースでもやってた榊原と、またこの大学4年間を経て彼とまた一緒に、しかも同じグランパスでまた一緒にプレーできるっていうのが非常に楽しみです。この地元でもあるこのクラブでやっぱもう一度赤いユニフォームを着てプレーしたいって思いが非常に強かったんで、本当に嬉しかったっていうのです。こう来年いかに J1 の舞台でこう大学生としてどれだけアピールできるかっていうのが本当に大変だと思って、僕は本当ドンピシャパリゴリの世代になりますし、その中でもちろんというか、その中で本当自分の中では時間がないなっていうふうに思っていて、もう再来年には実際パリゴリもありますし、その中で来年いかにこう G1 のピッチで自分がインパクトを残せるかであったり、本当に大学卒業して1年目からしっかり試合に出れるレベルにないとそこの土俵には立てないと思っているので、そこのところは本当にもう今の大学サッカーのところでのもう意識のところでしかないと思うので、日々しっかり自分と向き合いながらやっていきたいなと思います。本当にパリ五輪に出るのがもう一番の目標ですし、以前も大学選抜とかこう行く中で、本当に関西だけじゃなく関東にも素晴らしい選手たくさんいる中で、そういった競争を勝ち抜いてこう入っていかなきゃいけないところなので、もちろん今 J リーグで活躍している選手もたくさんいますし、こうそういった面でやはり時間がないというのが率直な意見で、こうその中でグランパスでしっかり結果残して、こうパリ五輪にも選ばれて、またその先海外にステップアップできるように、こう今からそうですね、自分としっかりやっていきたいなと思います。なんか2人で一番思い出に残ってるエピソードとかあったりしますか？球技大会。それはどうしよう。球技大会に
ケンと私も一緒に出たんです。本当にこいつ得点王かなっていうふうに思いました。まずは増井選手と、山田監督、実は関係性が深いということなんですけど、どういう関係なんですか？どうぞ。高校の時からすごいお世話になっている先生で、僕は直接部活にお邪魔したことはないんですけど、すごい深いサッカーの話であったり、僕のグランパスの近況報告だったり、そういった話をよくさせてもらっている中でした。1年生の時に私彼の担任をしてまして、中学校から名古屋中学校から上がってくるということで、グランパスユースとの関係の中で、やっぱり土曜日あたりプレミアリーグあたりだとかっていうことで、かなり学校にも迷惑かけるなっていうのが分かってましたので、実は私は増井健っていうカードをこうやって引っ張って、私のクラスに入れました。そうだった。そうなんです。監督から見てもやっぱ増井君って戦力だったと思うんですけど、高校サッカーに呼んだりはしましたか？実はですね、覚えてる？覚えてますよ。入学したするかしないかぐらいのところですけど、名古屋高校サッカー部に、増井君を誘いました。実はで、すっぱり断られました。その時のことは増井選手は覚えてますか？いや、もうめちゃくちゃ覚えてて、本当に、いや、僕もその話聞いて、すっぱりって話ありましたけど、自分の中でしっかり考えた上で話させてもらったとはいうふうに思ってるんで、すごい今でも記憶に残っています。まあ本当に僕が思うのはやっぱり純粋にサッカーを楽しむのが一番大事なのかなって思ってて、僕はこう今までサッカーでうまくいくこともあればうまくいかないことも多かったんで、やっぱその時にやっぱ立ち返るのはどれだけサッカー楽しめてるのかっていうところが、やっぱプレーの調子にもつながってるんで、本当にこう、まあ、ちっちゃい子もそうですし、こう今プロ目指してる子たちも、こう僕がこんななんか言える立場じゃないかもしれないですけど、本当に純粋にサッカーを楽しんで